AMG のハイパフォーマンスクーテ。メルセデス AMG はフラッグシップモデルである。GT の次世代モデルを2023年に発売する見込みである。今回、そのプロトタイプが欧州で目撃された。第二世代となる時期 GT はコードネーム C192 と呼ばれており、 最近発表された第七世代のメルセデス AMG SL と双子のような関係にある。スタイリング面ではロングボンネットとショートテールの見慣れたプロポーションを引き継ぐ。そして2015年に登場した現行モデルと同様。大型のリフトバック式テールゲートが採用されている。今回、ドイツニュルブルクリンク近郊で、 テスト走行が目撃されたプロトタイプは、エディション1という初期限定の特別使用者と思われる。専用の固定式リアスポイラーに加え、フロントのスポイラーリップや、カーボンファイバー製パーツで標準モデルと差別化されるだろう。アクティブエアロダイナミクスに重点が置かれ、SL と同じフロントのアンダーボディスポイラーが採用されている。 走行中、時速 100km で約 40mm 下方に伸び、車体下部にベンチリー効果をもたらし、時速 250km でフロントアクスルの揚力を 50kg 減少させると言われている。一方、リアでは時速 80km 以上で、ウィングが5段階で展開し、ダウンフォースを増加させる。 4.0LV8 のフェイシステム搭載へ、SL と同様、AMG が主導するプログラムの中で開発、設計されているが、メルセデスベンツの他部門からも技術的支援を受けているはずだ。英国に本社を置くハイパフォーマンスパワートーデイン部門は、今年遅ればせながら公開された新型 AMG1 において、 F1 由来のパワートレインのエンジニアリングも担当している。メルセデスは 4.0LV8 ガソリンエンジン M178 で、第二世代 GT からドライサンプ潤滑方式を採用することを明らかにした。ドイツで手組みされるこのツインターボユニットは、SL と同等の出力を発揮し、新しい GT53 では、 475PS、GT63 では 585PS となる見込み。GT-R、GT-GT3、GT ブラックシリーズなど、パワフルなモデルも用意される見通し。中でも興味深いのは、AMG が最近発表した。GT63SE パフォーマンス4ドアクーペと同じガソリンエンジンと、 電気のプラグインハイブリッドシステムを搭載する。新型 GT63SE パフォーマンスの開発にも着手していることだ。このシステムは GT63SE パフォーマンスの V8 エンジンとリアアクスルに取り付けられた電気モーターを組み合わせ、合計出力 843PS、オーバーブースト時には最大 150kgM を発生させる。 GT に搭載されれば、フェラーリ 296GTB830PS や、ランボルギーニシアン 819PS 限定生産をもしのぐ。非常にパワフルなハイブリッドクーペとなる。GT は SL と同様、直列4気筒及び6気筒の両エンジンに対応できるよう設計されている。 中でも 2.0L4 気筒ユニット M254 は 48V マイルドハイブリッドシステムと電動ターボチャージャーを搭載し最高出力 380PS 最大トルク 49kgM を発生する新型 SL43 に搭載されたものである新型 GT には初代モデルに搭載されていたマグナの7速 DCT に代わり 自社開発の湿式クラッチ付き急速スピードシフトが採用される。また、発売当初は四輪駆動システム、4マチックプラスも搭載される。足回りも新設計合成アップ。構造としてはオープントップの SL と同じモジュラースポーツアーキテクチャをベースにしているが、固定ルーフとリフトバックテールゲートに対応する用手が加えられている。 新型車の開発に携わった関係者によると、縦方向、ねじれ方向、横方向の合成がすべて向上しているとのこと。また、シャシーマウントを新たに開発し、オリジナルモデルの NVH 特性や路面感度を向上させたという。一方、ボディにはアルミニウム、スチール、マグネシウム、カーボンファイバーが使用されている。 新型 GT における大きな変更点として、SLS で初めて採用され、初代 GT まで続いたリアトランスアクスルを廃止したことが挙げられる。これは、SL に見られるような4マチックプラスと後輪ソーダを搭載するスペースを確保するためだ。こうした変更に関かかわらず、前後重量配分は、従来の47コロン53から大きく変化していないという、 足回りとしては、新開発のアクティブロールコントロールサスペンションが採用され、フロントはダブルウィッシュボーン、リアはマルチリンク式で、スチールスプリング、可変ダンピング、油圧作動式ロールバーが組み合わされている。これも SL と同じセットアップだが、エラスト、キネマティック特性を変更し、 全く異なるドライビングキャラクターを与えるためのチューニングが施されている。インテリアは SL とほぼ同じ2プラス2の構成となる見込みだが、よりスポーツ性を強調するため細部のトリムが変更されるだろう。